おはようございます。おはようございます。今日は監督がちょっと不在なので、僕が仕切らせてもらいます。皆さんテキパキ動いてください。ということで、先週ビクトリアカップ2回戦突破しました。おそらく来月中に3回戦があると思うんで、しっかりいい準備してまたチーム一丸となって戦っていきましょう。いいですか？はい。で、今日からですね、新メンバー1人追加になります。ちょ、自己紹介してもらおうと思うんでお願いします。はい、おはようございます。新メンバー渡辺大輝です。旧暦は木更津総合高校出身で、年齢は24歳です。ポジションは、キャッチャーとピッチャーです。緊張しなくていい。飛びました。あと、このメンバーで日本一になれることを、誇りに思ってですね、野球がやれることに感謝を持って、やらせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ今日から一人新しくメンバーに入ったということで、また新しい戦力としてね、欠かせないピースになると思うんで、まあ、コミュニケーションをしっかり取りながら全員でまたやっていければいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。で、今日は流れとしては、紅白戦やって、でその後練習、その紅白戦にやるにあたって、今日は1軍対2軍3軍という形で、ガチでやり合って今日の紅白戦やりたいなと思ってるんで、で今日兵頭監督から1軍2軍3軍のメンバーの、発表、メンバー預かってるんで、ちょっとここで先に発表したいと思う。はい、まず1軍、テッタ、はい、エータ、はい、ショータ、はい、マルコ、カイセイ、はい、西垣、はい、みながみ、高見さん、はい、私、おい、岸里、はい、沢良さん、増田さん、はい、木下、近谷、どうだ、はい、以上、15人のメンバーが、1軍のメンバーです。続いて、2軍のメンバー発表します。コバ、橋本さん、はい、吉岡、星、はい、山下、はい、落合、はい、長谷川、この7人が2軍のメンバーになります。最後、3軍のメンバー発表します。渡辺篤、渡辺大輝、はい、秋人、優斗、善ちゃん、はい、ポンスケ、はい、矢野さん、はい、以上7人が3軍のメンバーとなります。まあ、今発表されていろいろ自分たちで思うことあると思うし、今日の紅白戦にかける思いって多分それぞれ違うと思うんですけど、とにかくその思いっていうのをしっかりプレーだったり顔つきに出しながらやり合ってほしいなと思うんで、まあ、15人ってちょっと1軍のメンバーの枠が増えましたけど、まあ、イコール入れ替えもね激しくなるっていうことだし、そこは1軍のメンバーだから安心とか2軍3軍だからっていうのは全くないんで、そこは一人一人しっかりモチベーション高めてやってほしいなと思います。で、やっぱ2軍3軍のメンバーは今日活躍すれば上に上がれるっていうことは間違いないと思うし、1軍のメンバーも今日の結果次第では下に落ちるってこともあり得るので、そこは危機感持ちながら全員がやってほしいなと思うんで、しっかり準備して、まあ、怪我だけはしてほしくないんで、まあ、こう姿勢も続きますから、そこは一人一人意識しながらやっていきましょう。前回まで1軍が、先発のスタメンの9名、それから2軍が6名、そして3軍が10名というルールの中で1軍2軍3軍の、チーム構成をやっていました。前回からね、動画の最後の方に、1軍2軍3軍のその時のリアルな、メンバーの順位付けっていうのをやっていました。ただですね、メンバーも増えた
ていうのもありますし、かなり好成績を収めてる人たちもいて、もうちょっと1軍のメンバーを増やして、さらに1軍がメンバー増えることによって、1軍争いっていうのもより描けるのではないかと。そして1軍から2軍に落ちることもあるし、2軍から1軍に上がるっていうその入れ替えが、より激しくなるんじゃないかという思いで、1軍をベンチ入り15名の枠にして、そして2軍を7名、そして3軍も7名という感じの、1軍2軍3軍のチーム構成にこれから変更になることになりました。で、今日は、まあ、監督不在なので、1軍の監督を、田上さん、はい、お願いします。で、2軍3軍の方の監督を、山下、はい、お願いします。まあ、各チームで取り組むことだったりとか意識変わってくると思いますけど、それぞれ共有しながら元気出してやっていきたいと思うんで、怪我なくやっていきましょう。いいですか？はい、まあ、各チームに分かれてじゃあ準備しましょう。はい、最後、はい、しゃはい、じゃあ一軍のメンバー、このメンバーが一軍ということで、これからね二軍三軍と試合をするんですけど、先にちょっとオーダーを預かってるんで発表したいと思います。はい、ということで今回の1軍のスターティングメンバーはこのようになっております。他にも1軍のメンバーはいるんですが、まあ、今日来てないメンバーは仕事で来れなかったということで、いる中のメンバーの中で1軍2軍3軍の、チームを分けています。そしてセンターの朝日、はですねちょっと前回の大会で、左肘を飛び込んだ時に怪我してしまって、ちょっとバッティングの方ができない、守備はできるということだったので、朝日はセンターの守備のみ、そしてピッチャーのエータ、そして2番手ピッチャーのテッタを DH として、このオーダーを組んでおります。で、エータは4イニング、はい、でテッタが3イニング、はいはい、準備しておいてください、はい。でまあ2軍3軍とのね、まあ、試合ということで、まあ、向こうはやっぱり結果残してなんとか上に行こうっていう気概で来ると思うんで、まあ、そこをね、まあ、我々はまあ1軍というところで怒らずにね、どことこれから試合していくってなってもやっぱり挑戦者の気持ちでやっていかないといけないと思うし、まあ、その中で、まあ、今日はその公式戦がずっと続いている中で、まあ、貴重なねこの実戦ある意味練習できるっていうところで、もうワンランク意識を高く持った、まあ、打席の作り方だったりとか守備でもポジショニングだったりとかいろいろサインプレーとかも試せるっていうのはなかなかない機会になってくるんでね、そういうところも意識しつつでその上で勝つというところで、まあ、力の差というか、まあ、一軍の、ね、強さというか、まあ、そういうのをしっかり示していければなと思うので、まあ、思い切って、プレーしていきましょう。 OK、 行きましょう。はい、そうですね、この第2シーズン始まってから試合出れないが続いたりとか、試合出てもちょっと結果出なかったりとか。どうだ、陽介と申します。はい、お願いします。よっしゃー、おー、よっしゃって、よっしゃー、あ、早い、早い、来た来た来た、来た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 、マスター、はい、ラストバッター、はい、あ、オッケー。まあ、周りも力のある選手が入ってきてっていうところで、自分の中でも悶々としてるところもあり、まあ、第1シーズン結果出してきたのに第2シーズンで決して出れなくなったっていう悔しさもあり、まあ、その中で試合出た時はチャンスを生かそうと思って取り組んできてきました。僕第1シーズンの時も追加メンバーで入ってきたんですけど、追加メンバーで入ってきてたまたま結果出して、それで次に見てもらって1軍っていうのもあったので、ベイちゃんはやっぱり結果出すとちゃんと1軍に上げてくれたりとか試合で使ってくれるっていうところがあるので、今回1軍にギリギリ上がれたんですけど、まだ今日の試合の結果で2軍3軍に落ちたりもありますし、レギュラーを取れてるわけじゃないので、このレベルの高い旧暦お化けたちに
立ち向かってレギュラーを取れるようにこれからもちょっと頑張りたいなと思ってます。二三軍の方の監督代行とやらせていただきます、山下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日の、オーダーを発表させていただきます。しゃあ、まず注目する選手は、新人のメンバーの、キャッチャーの3番の鍋台、それから4番レフトの星くん、はい、それから、先発ピッチャーの橋本くん、というふうな新メンバーで、鍋台は今回の紅白戦が初参加、それからレフトの星くんは前回の、映像には残せなかったんですが、サマーカップの2回戦で朝日が怪我してから代わりに星くんが出て、打点も稼いでくれています、そしてピッチャーの橋本くんも前回の2回戦ではしっかりと抑えを投げてもらってかなり期待大です。それから、もう一つ注目は、まずは2番サードの善ちゃん、それから6番センターのポンスケ、ポンスケは今日2番手ピッチャーとしても投げます。この紅白戦の前にね、平日の、撮影がない時に、どうだ筆頭に、監督の私、それからコーチの高見さん、ポンスケ、ゼンちゃんとかも来て、室内練習場で練習をした時に、ポンスケは、ピッチャーで僕が教えていて、そしてゼンちゃんを、高見コーチが、バッティングをしっかり教えていた中で、どういった、ものが出せるのか、まあいきなり結果がなかなか出ないかもしれませんが、そういった意味でも2軍3軍はいろいろ注目して見てほしいなと思います。セカンドの方に朝日さんが入ります。で、長谷川さんの方が、遅れてくるということで、長谷川さんの方は岸大、まあ、ピッチング、準備してもらって、で今回は、まず橋本さんが4イニングお願いします。で、その後が2番手でポンスケさんが2イニングで、長谷川さんが来たら、まあ、1イニング、まあ、そこから肩作ってもらうって形になってます。長谷川さんは岸大、9番にそのまま入れますのでよろしくお願いします。はい、はい。まあ、今回こうやって、紅白戦をやるってことにあたって、まあ、すごいチャンスな部分が多いと思うんで、本当にアピールの場だと思いますので、みんな、結果とかよりもやっぱ内容とかこだわって、まあ、勝つこともそうですけど、内容にこだわって各個人個人やっていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。気合い入れて勝つ気でやっていきましょう。ああ、じゃあ成功、最高よ。いしょ、まだちょっと発足した感じの時の試合だったので、あと対戦した時はフルメンバーじゃないのかなというふうにちょっと思ったので、もっと力のあるチームのような感じがしました。だから対戦させてもらった時は結構、まあ、結果的には抑えたとか勝てる試合になりましたけど、まあ、また違う朝日さんがいなかったんで、キャプテンがいなかったんで、まあ、そういったメンバーが揃った時に怖いんじゃないかなっていうふうには思って、ちょっと対策させてもらったんですけど、はい、そうですね、経験豊富な選手がその一軍には多いので、まあ、ちょっと軟式野球っていうところに、まあ、なんていうすごくやってきたわけではないので、なんかどっちかというとストレートを磨いてきたので、今日はちょっと変化球をしっかり低めに投げて、そのちょっとかく乱じゃない、さく乱って何か惑わせられるピッチングをできたなとは思ってますね。やっぱり田上さんですかね、その最初先週初めて参加させてもらって、やっぱり元 NPB でやられてて、まあ、いろんな話、お話されてる姿もあって、やっぱり野球をより深く理解しているというふうには感じたので、やっぱり対戦してみたいなっていうのはすごく思います。そうですね、まず最初に、まあ、3軍って発表を受けた時に、まあ、正直自分の中でそうだろうなと思って、でそれも理由としては、多分今までの試合って多分ランナーも多分警戒してくれてたりだとか、勝手にこう意識をしてくれて、走られなかったり、小技をかけてこなかったりっていうので、
なんか抑えられた部分もあると思うんですけど、実際の自分を知られるともちろん動画にも上がってきますし、まあ、フォアボールだったり、まあ、フィールディングだったり、まあ、そういう基本的な部分がそもそも不足していたので、まあ、そこはしっかりと真摯に受け止めて頑張っていかなきゃなって思ってます。まあ、まずは1軍の選手をどこまで自分がベイちゃんの中で通用するのかっていうのを改めて確認して、でもちろん試合ではあると思うんですけど、まあ、しっかり自分のところを確かめる、いい指標にもなると思うので、まあ、そういったところをしっかりと意識しながら、自分の、まあ、成長につなげられたらいいなと思ってます。まあ3軍っていう、ところだったんですけど、まあ、僕は諦めてないんで1軍目指して頑張っていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。今日あれなんですよ、実は打席に立たないんですよ。先週のビクトリアカップ2回戦に守備で飛び込んだ時に左肘ちょっと痛めちゃって、ちょっとバット振るの痛みあるんで、ちょっと今日は守備は出るんですけど、守れるんで守るんですけど、ちょっとバッティングは安静というか、まあ、ちょっと無理したくないっていうところもあるんですけど、まあ、これは一応怪我を悪化させたくないんで、ちょっと今日はちょっと打席立たずに守備を頑張ります。あ、俺今ちょっと待って、